え、何やってんのこの人。おい、やめてくれ。こんにちは、チョメです。2022年の3月の20日、 2,3 ヶ月ぶりに実況を撮っていきます。1レース目はスーパーファミリーコンピューターレインボーロードになりました。はなちゃんを使っております。なんか気の病多くね。で、私の名前は誕生日おめでとうという名前でございます。まあ、今日誕生日の人がいたら、まあおめでとうございますということで、ちょっと実況を撮ってみようかなと思いました。あ、そっか、なんか早いなと思ったら、コインが10枚か。あ、なんか、めっちゃ、マジでさ、2、3ヶ月ぶりなんですよ、私。なのに、なんて言うんだろう、1位走れてるんだけど。え、これもしかして、キノコしか出ない？そんなことなかった。いや、追いつかれちゃうよね、後ろ。当てるな、当てるな、復帰で使う。あれさ、当てるよな、多分。あ、おバカ、お前、後ろから来てるぞ、ここは。後ろちゃんと見ないとガードしないと、私が時回避するから、ちゃんとね、ちゃんと後ろが赤コールじゃないのを確認してから私に投げないと、アイテム交換で。いや、いい感じだこれ。でもやっぱり私のスピード遅えよな。なんか後ろのメディオが追いついてやがった。では本当に久しぶりだから、総力がないからこの辺とかも見せないようにせんやけん。リュウ君と支配者さん、他の人たちは遊んでる感じなのかな。いや、マジで久しぶりに1位スタートだったら嬉しいな。え、大丈夫か。あぶね、バナナ引っかかるところだった。下画面見てたから。ね、やりながら難しいな。で、ほんとね、なんでマリオカート7の実況全然やらなかったかというとね、まあ理由があるんですけど、ただね、3DS を出すのがめんどくさかったという。てか、ジャンプアクションできねえ。マジで。いや、まあ最初は1位でゴールでございます。後ろのキノピオさんたち遊んでんのかな。いや、そうでもない。普通に頑張ってた。まあ、普通の総力にしないとダメだな。お、4万1000達成しました。プレイヤーが多い部屋でございますな。2レース目はマリオシップです。ミラーですね。これ私が選んじゃいました。皆さんすいません、走りたくなかった人。いや、久しぶりにマリオシップ走ったらどうなるんかなって思ってね、選んでみただけです。やべ、アイテム取れんかった。あ、後ろ赤コーラとかやめて。いや、全然ダメだな、総力。赤コーラ来んなよ。どっちどっち？左か。ぶつかっちゃった。マジでね、わかんないんだよね、久しぶりにやると。ほ、前の人が持ってんな、結構。赤コーラ来い。あー、ダメ、使っちゃったキノコ。あ、なんか詰まってる。あ、この人は上手い人だ、多分。めちゃめちゃは、まあ溶け回避してもらおうか。最後バナナとか、やばいやばい。でも私の方が水中特化だからさ、多分大丈夫だと思うんだけど。いや、でも負けちゃう絶対。あ、追いつけない、追いつけない、マジ。マジで追いつけないんですけど、私は、安全の2位かな。じゃあ、何をやってたかっていうのを、ちょっと集まってるな。あ、ここで、置いとくか。バナナ、投げてみる。当たるか、当たらんか。サンダー引いてるからな。キノコ消費していくよな。もったいないもんな、サンダーが。で、あそこのショートカットで多分1個使って、もう1個はトゲ増回避用に多分取っておくと思う。あ、ぶわー、前の人いいな。多分ダッシュラインのところやろ。だから、もっと差がついた。ここで、ちっちゃくなってるから。でも、久しぶりにさ、マリオカート7やるとさ、面白いですよね、マジで。赤コーラ来い。赤コーラ来たらもう、一気に投げてたけど。いや、私の総力落ちてるよな。でも、まださ、マリオカート8のさ、新コンテンツが出たのにさ、こうやってマリオカート7をさ、走ってくれる人がおるっていうのは、いいことだよね、すごく。いや、マジで感動しました。サンダー出るの多くね。バナナ私が置いたやつが多いな。ここもバナナある。これ緑コーラ捨てとくか。あのサンダーでやられた時、自分の緑コーラにやられそうだわ。どこ行ってるシリウスさん。トゲゾウ来たら勝てるんじゃね。赤コーラ私が引いて、トゲゾウ頼む。なんで青い悪魔が来ないの、こういう時に限って。次、運ゲーのルイジーサーキットとか選んでみようかな。ね、全然来ないよね。はい、最後、スナイプ。あー、ダメだ。赤コーラが飛んできてる。RS さんもさっき早かったな。よーし。あ、重なった。やばいやばい。早くゴールせんやけん。は、よーし、ゴールや。赤コーラ切ってた。なんか結構均等にさ、みんな走ってる感じだよね。詰まってなくて。3レース目、ココナッツモール。これも私が選んだコースなんですよね。選んだ理由が、8デラックスの追加コンテンツで、ここのココナッツモールが、アイテム取られた、が出てたからさ、ちょっと選んでみようかなと思ったんですよね。あ、ちょっと待って、私軽かったんだ。普通に押されてから終わっちゃったら、これもうシリウスさんが1位独走しちゃうパターンじゃないの。コイン大事。まあでも大丈夫か？またトゲとかもあるかもしれないし。
ちょっと後ろに揉まれたらなんか勝てない気がする。この部屋前に行かないといけない。このキノピオさんにもなんかめっちゃ押された。勝てないかもしれないな。あ、やばい、赤コーラ持ってる。このヘイホーさん危ね、おー危ね危ねどうなってるどうなってる。さあ行か、 ST さんが前行って、ここねグライダーブーストがあるんだよね。7だったら緑コーラか。はい、これミーになってるしね。どんな感じこんな感じか。あ、トゲドン来てる。あー、オッケーオッケー。あー、ちょっと軽減になったかな。前の人赤コーラ引けたらいい。私シリウスさんにデスコンするからな、容赦なく。あー、緑コーラか、助かったなシリウスさんあー、譲ってくれる。どうなんだろう。あー、ちゃんとやってる感じか。いや、ここ緑コーラ投げてもいいんだけど、後ろ側が3見えたからさすがに投げれね。外のコインを取ってる。私はインのコインを取るか1になれた、あ、2になれた、1になれた。おー、ここで当ててもいいけどな。あ、怖いな怖いな、怖い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 な。これは後ろに捨てとこう。あなたはトゲの餌食になってくれ。またさっきでもワリオシップトゲドは出なかったよね。そう、どうするどうするどうする、譲るか譲るか。私わざと遅く行くぞ。うまい感じにトゲ譲りされたらあれやからな。ちょっとゆっくり行く。大丈夫か。いや怖いなマジで。下画面見とくか。いや結構早いな私がブレーキとかしてたらここ通らん方が良かったかもしれない。尻尾でやられる。あー大丈夫だった別に楽しいよ。でも久しぶりにマリオカートやったら、みんなも、私本当なんて言うんだろう、仕事とか終わって普通に夜今やってるんですけど、あの3月20日の10、ちょっと待って時計見てる、18時56分だから7時ぐらいにやってんだよな。結構家に帰ってからすぐ実況撮ってもいいかもしれんな。今日こういうことがありました、ああいうことがありましたみたいな感じの。ボムスナイプ注意やあ違う、サイの人か。オッケー次のコース DK ジャングル、これも8デラックスになりますね。さすがに私のコース選ばれませんでした。キノピオサーキット選んでたね重さ、うわもうなんだこれは序盤デスコン、しかも花ちゃん怒ってる。この人たち遊んでんのかな。赤コーラ持ってるなんか今いじめみたいな現場を見たぞどうなんだろう。よし、バナナ投げてる。コインを取って、最初のデスコンはすごかったな。最初こっちのコイン取っていくか。さあ1位は誰や。前は ST さんか、りょうたさん、なんか全然違ういつもと順位が。はい、このアウトのコインを取っていくか。よし、まあ、ちょっと私の回線は悪いのかな。またあ、これ一応ショートカットできるといえばできるのか前ファイヤーボールが結構飛び交っておりますね。このキノコ持っていってもいいな。でも5位だからまだいいアイテム出るかね。大丈夫だよね。アイラブマリカ、あ、4位だったらラッキーセブン狙いを行こうガード危ないかもしれん。前の RS さんのこの尻尾に注意せんやけ。トゲウズキ来るか。トゲウズキ、どうするどうする。いや、前のヘイホーさんもトゲウズキ警戒で止まってたのか、ね、こんな感じで、ね、いいよねこのマリオカートの。あー、クソ、リョータめおい、ちょっと待って、ごめん、リョータさんね、ちょっとあれ言ってしまったわ。別にリョータみたいな感じで、ちょっとこの赤コーラをさ当てたいんですけど、りょうたくんに。あ、いいねこれ、私強いわ。オッケーオッケー、ナイスナイス、シリウスさん。あ、ただ私赤コーラ切っちゃった追いつけるかなかわいそう、りょうたさん。わお、いいね、私ラッキーや。いや、めっちゃラッキーよこれ、運がいいです私は。やばい、赤さん持ってる後ろが。これもうさすがにトゲの点出ないんじゃないの。出るかね、交換するか。ちょっとかけでもガードアイテムを取る。赤コーラが怖い後ろの、ね、赤さんとか持ってるからな。さあ投げてくるかどうなんだろう。最後最後、さあバナナスナイプを決めてくれ、自由さ私に。やばい、総力で追いつかれてる気がするあー、マジか、ほらほら、あー、自分に引っかかっちゃった。え、何やってんのこの人おい、やめてくれこのプレイおいちょっとマジか、周回遅れ妨害か。ほら、や、当ててやるごめん、アイラブマリオカートさんアイラブマリオカートさん、ごめんよ、私の緑コーラを当てて7位まで落ちちゃったか。この2308っていうプレイヤーさんに周回遅れ妨害やられちゃった。絶対キノピオサーキットは選ばせん。もうウーフーアイランド2にする。いやー、久しぶりにマリオカート7
やってフレンドさんとも走れて楽しいなって思ってたんですけど、やっぱり周回遅れ妨害がいましたね。これがマリオカート7点灯です。ただキノピオが本当多い部屋だな、ここマジで。おい、あー怖い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 よ。怖い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 、どうなってんだろう。投げとくか。一個壊した。やられちゃった。あー怖いな、これ。プレイヤーさん、私をいじめないで。あ、でもちゃんと走ってくれてる、今回は。まあ、さっきは、いやー、飽きてねえじゃねえか、お前。お前か、こうやって避ける避ける。こうやってわざと避けて。あー、無差別か。でも明らかに花ちゃんを狙ってたよな。私がもう前に行って無理やと思ったから。どっちのプレイヤーのキノピオかわかんねえ。もうキノピオこんな感じになってたのか。マジでボム置いてあるな。怖いな。どんな感じ？ちょっと待って。いや、この2位のキノピオさんは普通の人だ。うん、しかも早い。てんてんてん。ちょっともう私警戒してもうスターとかを手に入れよう。じゃねえとダメだ。で、これはあのアイテム交換でいこう。どこ？二人がおる。怖い。スターを取っとけば大丈夫。カチャン！もうこれ、もはやマリオカートじゃないからな。よし、次からはね、私、ミーの、あの顔を自分にしてたんだけど、もう次からは普通にもう扇風機ありますわ。サンダーか。サンダー回避できるかな、後ろの人。いやー、キノさんか。このキノピオさんは普通の人やね。よし。めっちゃ行かれてる。で、早い早い。あ、でも今回は周回遅れがなさそうですね。じゃあ、よし、行くぞ。気にせんで。よしよし。あー、アイテム取れんかった。あー、悲しい。マジで悲しい。これ取れてたら、キノさんとか出てたら、ここでやってから、普通に行けたんだけど、キノイチでそこ行くか。もう、すげえ、うまいな、君。マジで。いや、これ取るか。でも、バナナ置いてあるな。注意せん。キノイチか。いけいけ。爆風に巻き込まれろ。前の位置。2位引かれろ。引かれんか。あー、ダメだ。はい、どっちが勝つ。あー、早っ。シギュスさん。赤さんやで。私も抑えでいいわ。多分、2位は無理だ。はい、はい、両田さん。ほらほらほら。いやー、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。いやー、久しぶりに楽しかった。5レースぐらい走ったかな。じゃあまた、次回ね、いつかわかんないけど、ちょっと走ってみますね。合流してくれた人もね、ありがとうございました。じゃあ、失礼します。